えー、こんにちは。たかさん。45話の方ね、30分ちょうどくらいの動画になりましてお届けできたんですけども、いかがだったでしょうか。で、今回ですね、編集後期ではないんですけども、動画を作りながらね、いろいろと溢れた思いを語っていこうかと思います。こちらの方も雑談になってきます。え、でも前回ね、雑談まがいでお送りした、あと43話でしたっけね。43話の方でも、やっぱたかさんの受信力と展開力があるから、ま、あいろんなことをね、 その中で発見してもらったんじゃないかなと思います。で、私の発信っていうのも、そういうふうにチョイスして拾い上げて受信して展開する人がいなければ、まあ私の一人語りになってしまうわけなんですよね。まあ、ですんで、何か物事を伝えるときって、受け取ってくれる人、受け取ってくれる才覚のある人じゃないと全く成立しないわけですよ。ですんで、私がこういうふうにお話をしててもね、極端な話ね、隣で聞いてる人は何言ってんだろうっていうふうなもんなんですよ。 本当にそうなんですよ。まあ、ですので、ある意味、自由に喋れるわけですけどね。でも、一つ一つ私の言葉を捉えて、ねえ、それってどういうことなのっていうふうに聞かれちゃうと、私の仕事も進まないんで、ある意味、家族っていうのは、私のやることに無関心でいてくれた方がいいのかなっていうところもあります。ただ、ただですよ。家族に伝えたいことが伝わらないから、この動画で喋るってこともあるんですよ、うん。聞こえようがしにではないですけどね。うん、でも、そうすることによって、そうですね、 自分の考えつまり自我ですよね自我っていうものと周りの人のね特に家族のその他が他人の考えとか価値基準ですねこれのすり合わせってのが徐々にできていくんではないかなとも思うんですよその徐々にっていうのは結局ね50年かけてってことなんですよ私はね家族っていうのは大体50年ぐらい付き合っていかないとわからないんじゃないかなと思ってますそれはそうですよねだって私はね 若い女性が好きで、若い女の子と結婚しましたけどもでも同時にですねこの人の人年を取っっててていいいくく姿もも見たいなななう興味も出てくるわけなんですよ。知り合った時は20代の前半2223歳だったんですよね私が40ぐらいだったんですけどもでもあれからお付き合いが10年進んで途中で結婚したり出産があったりする時にうんやっぱりね30代の彼女それからこれから起きうる40代の彼女いや非常に興味があるんですよ。 だから誰にも渡したくないなとこの変化を見れるのは俺なんだって感じですよね。<laughs> そしてですねできれば長い子と一緒にそういった日々の姿を見ていたいから生活の安定とか生命の安全に対しても最大限配慮してそしてねまあ家族の奴隷のようにですねこの幸せを維持したいな。そして幸せのの維持の おついでにではないですけども未知の幸せも探っていいきたいなとそうなんですよねで満足100%っていうのはなかなか来ないと思いますしあとね不満があるからこそその不満を埋めるために一生懸命頑張るっていう満足もあるんですよですんではい全部がパーフェクトですってことは来ない方がいいですしとても来るわけではないんですけどもねそういうふうな答えを探し求めること自体に喜びや感動を生み出せるようなね そんな人生でありたいと思いますしその私の自己満足に付き合ってくれる人を今家族に迎えてそしてねある意味ね子供も今ねまだ私の子供は2歳ですけども子供も育っていく過程でパパやママの価値基準を受け止めてくれるようなねそして10歳や20歳になった時に楽しく語り合えるようなそんな子供になってほしいなという風な意味でこれある意味期待とともに洗脳してるわけなんですよ。だっってて子子供供には子供の価値基準があってね それこそ親の過ごしてきた何十年前と同じような環境とか常識っていうのは埋め込まれたくないはずなんですよだからね私今でも覚悟してるんですよ自分の子供が思春期に恋愛をした時にね相談できるような、うん、大人にはならないだろうなってことは覚悟してますだって私の恋愛をしていた時期っていうのは大部分がスマホも携帯もインターネットもなかったわけですよポケベルすら存在してない時代にあの 大好きな彼女のね家に黒電話で電話をかけてまずはお母さんが出るわけですよだからお母さんを攻略した後でないとそれこそそのうちにいる娘さんにね電話をつないでもらえるってことはできないところからでしょそして仮にデートをしてもですね普段の連絡なんてできないわけですよ今はスマホで日々連絡して今日のデート楽しかったね次はどこに行くっていう感じでデートが継続するじゃないですかでもねタカさんも お察しだと思いますけど私の10代の頃っていうのは女の子とデートするでしょデート終わりましたじゃあねーってやるじゃないですか次のデートまで一切連絡なしですよ、ね、できたとしても電話をなんとかつないでもらえるだけしかも電話をかけて相手も家にいないといけないっていう条件付きですからねだからね非常に困難ですようんでもある意味ねだからこそ一緒にいる時間を100%大事にできたんではないかなと思います 今はね一緒にいる時間を大事にできなくてそこでトラブっても取り返す挽回の手段はいくらでも設けられてますからねうんだから私は思うんですけども答えにたどり着くことだけが答えではないなとむしろたどり着かないその道を共に歩くこととか別々の場所からお互いを思いやることがうん思いや愛情を募らせるんではなかろうかって思うんですよねこんな判断基準ですからそれはね自分の子供が インターネットよりも進んだデバイスを10年後は持ってるでしょ、まあ、そういう時に関わる人間関係や恋愛関係とかね将来像とかに相談に乗れるわけないんですよそれはある意味覚悟してても諦めてます。ただし諦めて覚悟してますけどもだからこそどうやったら少しでも理解できるかな追いつけるかなっていうのは新たなる課題への挑戦もそこに持ってるわけなんですよね はい。そんなことをね、考えながらね、あの30分のスライドショーを作っていたということで、スライドショーとは全く別の思考を動かしながら作業をしていたってことなんですよね。これがだから私なりのマルチタスクであると思いますけどもあの、でもこういうふうにね、アウトプットをするときって、タカさんがどういうふうに受け取ってくれるかなっていうことに興味を持ちながらやるんで、非常に楽しいですよね。そして自分の気づいていたかもしれない、気づいていなかったかもしれないような、眉間の我っていうんですか、まだ自分自身でも見たことがない自分に、 近づける、たどり着けるのは非常に興味深いことかなと思いますし、タカさんもね、こうやって44話、45話と続けていくと、私から見てのタカさんっていうのも、かなりね、気になる男が、さらに気になってきたってところかなと思います。いや、覆面 YouTuber タカさんっていうのの、その顔や表情っていうのは全く見えませんけども、でもね、そのお人柄っていうのはしっかりと私の胸に刻まれていて、もうこうなるとね、 あの、外見、姿、名前なんてどうでもいいやっていう領域になりますね。でも同時にですね、実際に会ってみたい、顔が見たい、どんな名前なのか知ってみたいっていう、そういう風な気持ちっていうのも消えてはいないんですよ。まあ、不思議な感覚ですけどもね。でも、これをこれからも一緒に楽しめると思うと、非常に嬉しいですし、ぜひね、こういう風に YouTuber 同士、やり取りをしてる関係じゃないですか。そこに、今見ているだけの人も参加してもらいたいと思いますね。 だから,ら YouTube を自分のスキルにしてくれればこの YouTuber ワールドに、えー、招待できると私もそうですしタカさんもそうですであの YouTuber の世界にね丁寧にそして時には厳しくご案内できると思いますのでぜひねこの動画を見てらっしゃる方も YouTube の世界に入ってきてもらいたいと思いますそしていつかねこういった毎日のやり取りを あなたともできるように私もタカさんも望んでおりますしその準備はいつでもできておりますんでどんどん向かってきてくださいそれではいってらっしゃい